第41回スーパーボール、第41回スーパーボール、第41回スーパーボール、スーパーボールズリーは2007年2月4日に、フロリダ州マイアミ市郊外マイアミガーデンズのドルフィンスタジアムで行われた41回目のスーパーウル。AFC チャンピオンであるインディアナポリスコルツと NFC チャンピオンであるシカゴベアーズの対戦。コルツがベアーズを29から17で破って、 1970年シーズン以来36年ぶり2回目のスーパーボール勝利を収めた。MVP はコルズのクォーターバックであるペイトンマニングが受賞した。テレビ中継は CBS が担当した。41回目の開催にして初めてアフリカ系アメリカ人のヘッドコーチが率いるチームがスーパーボールに出場する試合であり、また双方のヘッドコーチが アフリカ系アメリカ人であることから、アフリカ系アメリカ人のヘッドコーチが率いるチームが、初めてスーパーボールに勝利する試合として事前から注目された。2003年9月17日のオーナー会議で、アリゾナ州、タンパベイ、ニューヨーク、ワシントン DC を破り、マイアミのドルフィンスタジアムでの開催が決定した。 マイアミ大都市圏での開催は、ニューオーリンズに並ぶ9回目のことであった。マイアミオレンジボールが5回開催しており、第2回、第3回、第5回、第10回、第13回、ドルフィンスタジアムでは、過去にジョーロビースタジアム、プロプレイヤースタジアムとして、第23回、第29回、第33回スーパーボールを開催しており、4度目の開催であった。 シカゴ・ベアーズは NFC トップの13勝3敗でシーズンを終えた。NFL3 位の255失点、NFL2 位の427得点を挙げた。得点のうち65得点はディフェンスとスペシャルチームによるものであった。オフェンスは2003年のドラフト1位 QB、レックス・グロスマンに引きられた。過去3シーズン、怪我などにより、 わずか8試合しかプレーしたことのなかった。彼は2006年には全16試合で先発出場し3193ヤードを獲得。ベアーズの q b としては1995年以降最多となる23タッチダウンを上げた。その一方、ターンオーバーが多く、この年20インターセプト5ファンブルロスとした。最後の7試合で18回ボールを失っており、 多くのファンや専門家はラビー・スミスヘッドコーチが彼を便に下げることを期待したが、グロスマンはエースビ b の座を全うした。ワイドレシーバーのムーシン・ムハマドが60回のキャッチで863ヤード、5タッチダウン。バーナード・ベリアンが51回のキャッチで775ヤード、7タッチダウン。タイトエンドのデズモンド・クラークは45回のキャッチで626ヤード。 6タッチダウンを上げた。またランニングバックのトーマス・ジョーンズは1210ヤードを走るとともに36キャッチ。セドリック・ベンソンは647ヤードを走り6タッチダウンを上げた。ディフェンスはトータルヤード喪失 NFL5 位の成績を残した。またランディフェンスでは1試合あたり100ヤード未満しか許さなかった。ディフェンシブラインのアデワーレオ・クンディエが6.5サック。 プロボールに選ばれたトミー・ハリスが5サック、新人のマーク・アンダーソンがチームトップの12サックを挙げた。ラインバッカーのランス・ブリックズ、ブライアン・アー・ラッカーはプロボールに選ばれ、コーナーバックのリッキー・マニング、チャールズ・ティルマンはそれぞれ5インターセプトを挙げた。第6週のアリゾナ・カージナルス戦ではディフェンスとスペシャルチームの活躍で20点差を逆転勝利している。12試合目に ハディスを負傷で失ってからは、ディフェンスのパフォーマンスは低下。彼が出場していた間は、20失点以上した試合はわずか2試合であったが、それ以降の7試合中6試合、プレイオフ3試合中2試合で20失点以上した。NFC チャンピオンシップゲームのニューオーリンズ・セインツ戦のみ20失点せずに終えた。スペシャルチームからは、ブレンドン・アイオンバーデジョ、ロビー・ゴールド、 デビン・ヘスターの3人がプロボールに選ばれた。ゴールドは NFL のキッカートップの143得点。ルーキーのヘスターはパントリターンで NFL2 位の平均12.8ヤードをリターン NFL 記録となる6タッチダウンをスペシャルチームで挙げた。インディアナポリス・コルツは第5回スーパーボール以来となる36年ぶりのスーパーボール出場を果たした。 1998年のドラフト全体1位で、q b ペイトンマニングを獲得してから9年目のことで、あ、マニング、W.R. マービン・ハリソン、R.B. エジャリン・ジェームズらは4シーズンにわたり、リーグ屈指のオフェンスを見せてきたが、ディフェンスが崩壊し、チームは負け越し、プレーオフ1回戦での敗退を繰り返した。2002年にジムモーラヘッドコーチが解任され、 トニー・ダンジーが就任したのが天気となった。ダンジーはタンパベイバッカニアーズのヘッドコーチとしてリーグ屈指のディフェンスを作り上げており、コルツでもディフェンスの改善が期待された。2002年から2005年までの64試合でチームは48勝16敗の成績を上げた。しかし2002年にはニューヨーク・ジェッツにワイルドカードで0から41。 2003年には AFC チャンピオンシップゲームに進出しがニューイングランドペートリオッツとの試合でマニングが4インターセプトを起死し14から24で敗れた2004年にはオフェンスが522得点総獲得ヤード6582ヤードとリーグ史上で見ても素晴らしい成績を残したまたマニングは NFL のシーズン T リーパス記録を更新 QB レーティングでも史上最高記録を挙げた。しかし雪の降る中で行われたペイトリオッツとのディビジョナルプレイオフで3から20と敗れた。2005年にはディフェンスが進歩し、チームは開幕から13連勝し、14勝2敗でシーズンを終えた。得点、失点それぞれで NFL2 とバランスの取れた成績を残したが、ディビジョナルプレイオフで AFC 第6シードの キッツバーグスティーラーズに18から21で敗れた。この敗戦後、マニングにはチャンピオンになれないという評判が立った、テネシー大学時代にも全チャンピオンにはなっておらず、彼の卒業した年に大学はチャンピオンとなった。2005年シーズン終了後、コルツはエジャリン、ジェームズ、FG 成功率で NFL 歴代トップの成績を上げていたカーのマイク・バーダージャットを失った。 2006年、マニングは、パス555回中362回成功、4397ヤード、NFL トップの 31TD パスを、成功、わずか9インターセプト、15被作区の成績で、自身7回目のプロボールに選ばれた。ハリソンが95回のキャッチで1366ヤード、12TD。 ディープスリートのレジー・ウェインは86回のキャッチで1310ヤード、タイトエンドのベン・ユーテクとダラス・クラークもそれぞれ30回以上のレシーブで300ヤード以上を獲得した。地上戦では新人 RB のジョーセフ・ワダイが先発出場0試合でありながらチームトップの1081ヤード、平均4.8ヤード、40回のキャッチで325ヤード、 合計8タッチダウンを上げた。またドミニクローズが641ヤード、36回のキャッチで251ヤードを獲得した。オフェンシブラインはプロボーラーのジェフサタデー、タリクグレンに引きられた。バンダージャットの代わりにアダム・ビナティエリを獲得した。ビナティエリの FG 成功率はそれほど高くなかったが、チームは第36回スーパーボール。 第38回スーパーボールでの決勝点を挙げた、彼のクラッチ能力に期待を寄せた。パス喪失ヤードで NFL2 位となった。ドワイトフリー2位、ロバートマシス9.5サック、4ファンブルフォースはリーグ屈指の協力でコンビであり、LBK とジューンはチームトップの92タックル、3インターセプトを挙げた。一方、ランディフェンスは弱点であり、 リーグ再開の2768ヤード、平均1732ヤードを許していた。またキックオフのカバレッジチームは、キックオフリターンで NFL32 チーム中30位、パントリターンで31位と弱点であった。チームは開幕から9連勝したが、その後7試合で4敗し、12勝4敗で AFC 第3シードでレギュラーシーズンを終えた。 コルズのランディフェンスは弱点と見られていたが、カンザスシティチーフス戦でこの年1789ヤードを走ったラリー・ジョンソンを13回わずか32ヤード、封じ、ボルチモア・レイブンズ戦ではシーズン1132ヤードを走ったジャマール・ルイスを53ヤードに抑え、ビナティ・エリの5本の FG で15から6と勝利した。RCA ドームで行われたペイトリオッツとの 試合では、一時3から21とリードを許したが、後半に32から13と圧倒。残り1分にアダイの TD で38から34と逆転。ペイトリオッツの最後の反撃は、マーリン・ジャクンがインターセプトして断ち切った。18点差からの逆転は、AFC、NFC チャンピオンシップ史上最多得点差からの逆転であった。ベアーズは、シアトル・シーホークスを、 オーバータイムに、ゴールドの49ヤード FG で27から24と破り、ニューオーリンズ・セインツとの NFC チャンピオンシップゲームでは、16から0とリード、ドリューブリーズの 2TD パスで16から14と詰め寄られたが、その後23得点を練習、39から14で1985年の第20回スーパーボール以来21年ぶりとなる。 スーパーボール出場を決めた。この試合ではトーマス・ジョーンズがチームのポストシーズン記録となる123ヤードを走り2 TD を上げた。両カンファレンスのチャンピオンシップでホームチームがいずれも勝利したのは1996年以来のことであった。コルツはドーム球場を本拠地とするチームとしては初めて。 屋外競技場でのスーパーウルで勝利したドーム球場を本拠地としており、スーパーボールで初めて優勝したのは第34回スーパーボール優勝のセントルイスラムズ。ベアーズの DT タンクジョンソンは6丁の銃、2丁のアソルトライフルの無免許所持で逮捕されており、イリノイ州の裁判所に州を離れる許可を申請、1月23日に この請求は認められた。対戦する両チーム、シカゴとインディアナポリスは、182マイル、293キロメートル、しか離れておらず、これはそれまでの対戦チーム間の距離としては、最短であった。コルズのトニー・ダンジーヘッドコーチは、インディアナ州のフォートウェインで試合をしてはどうかと、ジム・ナンツにジョークを言っている。デビン・ヘスターが、史上初となる。 オープニングキックオフリターン TD で、開始14秒で、ベアーズが先制。コルツも、マニングからレジー・ウェインへの TD パスが決まるが、トライフォーポイントを失敗。その後、レックス・グロスマンからムーシン・モハメドへのタッチダウンパスが、決まりベアーズが14から6とリードした。第2球に、コルツが反撃、FG で3点返した後、ドミニクローズの1ヤードの TD ランで16から14。 と逆転した。第3級にアダム・ビナティエリの2本の FG で、コルツがリードを5点差に広げ、第4級初めに、グロスマンのパスをケルビン・ヘイデンがインタセプト、56ヤードのリターン TD を上げて、コルツが29から17と勝利、MVP にはベートン・マニングが選ばれた。コルツのヘッドコーチ、トニー・ダンジーは、アフリカ系アメリカ人ヘッドコーチとして、 初のスーパーボール優勝コーチとなった。コルツでは、ドミニクローズが21回のランで113ヤードを走るとともに、新人 RB のジョセフはイも77ヤードを走った。試合前にはシルク・とソレイユがパフォーマンスを行った。また、両党の戦いでスりバチさんに、正常期が掲げられた有名なシーンの再現に続いて、ビリー・ジョエルが第23回以来2度目となる。 アメリカ火星賞を行った。ハーフタイム賞はプリンスがパフォーマンスを行った。雨の中でのパフォーマンスとなり、パープルレインやレッツゴークレイジーなどのメドレーを歌った。全米での視聴率は第34回スーパーボールの43.2%に、次ぐ42.6%となり、およそ9、320万人がテレビ観戦をしている。 スーパーボールでは、レギュラーシーズン中は行われているファンによるが、禁止された。当初ドルフィンスタジアムは、通常通り、テールゲートパーティーは、行えると発表したが、NFL はスタジアムから半径1マイル、1600メートル以内でのテールゲートパーティーを禁止すると発表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。